やばい、これ想像以上に時間かかるかもしれん。今収録始めてから1時間ぐらい経ったんですけど、まだね2000円ぐらいしか稼いでないでしょ。これでいこうか。2000円ってこと、1時間で2000円ってことは残り6000円ちょっとなんで、あと3時間ぐらいかかるのこれ。マジでか、どうなっちゃうのよ。やべ、大砲撃つの忘れた。だいぶ集中力も途切れ途切れになってきてるんでね、ここはもう諦めよう。ゴーストめんどくせえな。どこ行ったゴースト、殴られてるのか。で、そこに片っ端め。ちょっと待ってよ、急ぎすぎでしょ、いろいろ。うわ、どうなってんのよこれ。これはまずいね、いろ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 まずい。時間ないし、上からビーム。ここに2体出してくれたのは割とありがたいかもしんないな。もう流していくしかないもんねこれね。でも結構ジャイアントベビーがね削っててくれてたから、砦を全部いけんじゃないこれ、ひょっとしてね。あー、そこでニャンニャンきついな。いけるいけるいけるよ。 OK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 、 いけるでしょうこれは。どうだ、20秒足りる、足りるはず、これは足りる。 OK。 多分これ相手の人最終取りで取れちゃって逆に迷った感じでしょうね。僕も取られる予定なかったですけどね。ラッキーだったなこれは。集中していこう、残り6000ぐらいあるんで。再戦、裏は多分ドラゴンでしょうね。こう部長の場合はサブを設定してないんで、相手の予想を裏切れるっていうのも結構狙いとしてはありますね、再戦の時ね。今だと多分ゴーレムサイクロンで出したんで、相手の人のそういう予想ね。あー、それそんなに削れちゃう。これ取れても取れなくてもね、あんま変わんないからねこの近さ。うわ、またゴーストこれほんと嫌いなんだよね。ここはもう行きます、ビーム狙いで。結構狙った時に、狙った時に出してくれる。あぶね、狙い通りに出してくれる時があるんでね、前よりはやっぱ狙って出しやすくなったってありますね。ゴーストが時間稼ぐんだよね。この砦をあと一撃なんだ。 OK、 それ消さなかったのは大きいよ。
流していこうかね。ナイスナイスナイス。ゴースト強いな。これはいけたんじゃないか。まあもう後ろはいいや。オッケーオッケー。完全勝利あるかな。どうだ、あるんじゃないかこれ。あるね、あるある。オッケー、よし390、おいしい。もう強 P じゃないですかね、今の時代リーグ P ですよ。欲しいのはヒュドラか。カニか。あー、これいまいちだな。いまいちだけど言っちゃったけど、カニか魔導系欲しいっすもんね、やっぱね。ウサちゃん、1連勝中の人でしたね。ないのかな。カニちょっと大事にいこうか。危ねえ、カニ出してたとこだった。やばいねこれね。多分ウサギ止めづらいんじゃない。こっちはゴースト止めづらいんでね。うわ、スケルトンいたの。なんでスケルトン出してこなかったんだろう。うわー、後ろまた下がられちゃったの、きついな。あの肩パうっとうしい。時間使っていくしかないよもう。そこトラ、まあいっか、もうこれドローできるっしょ。もう攻めてはないけど、もうでもドローだとあんま変わんないんだよね。もういいんだよね、本当に。どうなってんのこのゴースト。うわ上かー。もうほらまた消えたしさ。もうこれ何なのよ。ないわー。消えすぎでしょー。対戦くそー。よし、あるんですね多分裏は。これでいこう。ゼウス、ゼウスもね何気に29ですからね。装備はどうだったかな。装備は全部じゃないですけど、まあ大体作ってます。牙来た。
これこっちの方が早いんじゃないか。オッケーオッケーオッケー、強いなこの牙、止まらん。結構牙嫌そうですね。いいよ、そのバルーンは、その位置のバルーンは超スルーしやすい。これ下にゼウス出したら多分ヒュドラ出すしかないよね。あ、すれ違っちゃうのそこ、マジかよ。うわ、アマゾネス来た。どうだこれ、くわーきついかこれ。読み違ったね。読み違った、これは。あー、いけると思ったんだけどな。黙っちゃいましたね。マザースパイダー、いやー、これでいこう。もうガンガンいきよう、これで。コグマ吸い尽くしてね、餌になってもらうしかない。よっしゃ、うわ猫出てきた。一発撃っとこうか。あれスルーすんじゃないその猫。あー来たか、育ってんのかな。あ、結構育ってるじゃんこれ。やばい、止まんないわこれ。ここに置こうかな。チビドラはバルキリーに強いんですよ。間違えた。バルキリーはチビドラに強いんですよ。結構豪快に出してきますね。いけ、あ、なんか入ってる、コグモ。マジかー、これでも1分あるから押せるんじゃないかな。
あのサキュバスが強っ。猫もう無視でいこう。これはこっちのが量多いしね、あわよくばこの鳥を取って。無理だったか。 OK300、 なかなか難しいっすね。勝率はどうなんだろうここまで。あれドラゴンだったっけ、なんだっけ、話した。これでいこう。ドラゴンだったな。勝率ゴムゴムだと多分強ピーじゃないや、馬ピーが上がってかないんで、馬ピー上げたいんだよな。ゴッド2に行かなきゃいけないんで。正直ね、クモの倒し方は未だによくわからないです。あ、タンク忘れてた。危ない。だいたいまあすぐ来るもんね。え、カメそんな近くに出すの。カメいんのか、もうめんどくさいわこれ。ここだな。そして食べて。オッケー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 。すごいね、来るね。これどうすりゃいいんだろう。あどうしようもねえよこれ。ワンチャンあるかな？ないか。時間ないね。お、サイが思いのほかいいんじゃない？サイが、サイいける、いける、いける、これいける、いける。オッケー。これはいけると思わなかった。オッケー、オッケー。やっぱね、コスト管理重要ですよ。たまたまですけどね。いいよ。はい。馬ピーが全然上がってないことにちょっと今ショックを受けてますけど。2799でした。最初と一緒じゃんっていうね。ペンギンは今みたいにガンガン出されても割と城にぶつけてからなんかすれば倒せるんで、そんなに強いと思わないですね。結構まあやっぱ視線は奪われちゃうんでそこは嫌ですけど、騎馬兵とかとまあその辺は変わんないんじゃないかなっていう。わあやばい。まさか。毒撒いてこう。取れない。海か。ああ、一番めんどくさいパターンだこれ。ここは無理しない。
無理してもいいことないんでね。サイ強いな。あぶね、取られる。ガンガン使っていますね。サイ流してみようかな。止まらないんじゃないかな。あ、やべ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 。倒して、そのドラゴンだけでもいい。オッケーオッケーオッケー、これはいける。これは間違いなくいける。うわ、そこ爆撃食らうのかよ。マジで。クリ強いね。いけるよ。完全勝利まであるよ。後ろはどうなってんだ。いけるいける。そう、ポイントが欲しいんです、部長は。ナイス。435強 P も3連勝したね。戻ります。